ひょっとしてバレちゃったかな。俺の名前は亮太、今年大学に入学したばかりの18歳だ。俺には超絶美人な同い年の彼女がいる。その子が今俺の目の前にいる。レイナだ。レイナはいつも俺のことを優先して考えてくれる。レイナって気が利くよな。前のデートの時もちょうど見たかった映画を用意してくれていたし。あ、ちょっとごめん、友達から電話が来たわ。待たせてごめんね。週末いつものグループで遊びに行かないかっていう電話だったわ。友達ってもしかして村中浩一くん？え、うん、そうだけど、なんでレイナが浩一の名前を知ってるんだ。レイナは友達の名前どころか俺の交友関係すら把握していた。そんな彼女に対して俺は次第に違和感を覚え始める。週末友達と自宅付近の公園で別れた後、俺は一人で家に帰っていた。あ、りょうくん、やっと帰ってきた。住んでいる自宅マンションに到着すると、そこにはレイナの姿があった。